カール・コラーは、オーストリア出身のサッカー選手。現役時代のポジションは MF。国際サッカー歴史統計連盟の統計で、ヨーロッパの二十世紀最優秀選手ベスト百に選出された、オーストリアサッカーの歴史に名を残す MF。当時ヨーロッパ最高峰リーグの一つであった、オーストリアブンデスリーガに属していた、ファーストビエナ FC で十七年にわたりプレーし、八百三十六試合に、 出場し101得点を記録。ビエンナ自体が強豪チームではなかったため、クラブレベルで獲得したタイトルはリーグ優勝1回のみだが、オーストリア代表選手としては優れた実績を残している。23歳で A 代表に初選出され、1952年から1965年まで86試合に出場。1954年 FIFA ワールドカップ。 スイス大会では、全試合に出場し3位の高結果に貢献。それ以降も1958年 FIFA ワールドカップ、スウェーデン大会では、ベスト16、1960年 UEFA、ヨーロッパ選手権、ベスト8進出、1964年 UEFA、ヨーロッパ選手権、ベスト16進出の結果を残している。しかし、長年にわたり、 好成績を残していたオーストリア代表チームの躍進が期待された1962年 FIFA ワールドカップチリ大会では財政的な理由からオーストリアサッカー協会が自ら出場を辞退。よってコラーの3度目のワールドカップ出場の願いは叶わなかった。しかしカール・コラーの名前は長年にわたりオーストリア代表チームを支えた選手として伝説となっている。 ありがとうございます。